人の体には未知の力が秘められている。鍛えれば鍛えるほどそれは無限の力を発揮する。光戦隊マスクマン。オーラに命が燃える。人は不思議な力秘めてる。胸でささやく誰かの声に耳を澄ませよう。ああ君の体は地上に降りた神秘の泉だ。そこ奥深く我が地底人が生まれて5000年、我らは光を嫌い冷たく暗い闇の中にひっそりと生きてきた。だがその歴史も今終わろうとしている。かくも壮大なる帝国地底帝国中部を築きになられた我らが王が、光あふれる世界を征服するとのたもうたのだ。おお、なんと偉大なる王よ、全知全能の王よ、我らを導かれるその尊い御方の名を地底王ゼーバと申すなり。地底と同じ冷たく暗い闇の世界に変えるのだ。その時こそ地底王ゼーバが
全地球の支配者となるのだ。何だって逃げて私と一緒に逃げて一体どうしたって言うんだ地底帝国中部が攻めてくるんです何だって地上のスパイに裏切り者が出ましたいつの世も愚か者はいるものだ地上に未来などありえぬものはごもっともですそう攻撃だ地底獣イグアドグラ冷凍洞窟に眠る闇の地底獣が今数千年の眠りから覚めようとしている地底王ジーガム出撃しますアンドラモン戦闘機発進それ戦争じゃ戦争じゃ停止エヴァルバ出撃急がんぞ指定列車発進なぜ君はチューブなんか知っているんだタケル、今は何も聞かないで早く遠くへ連れて行って誰もいない、私とあなただけの世界に
破壊せよ。地上を地獄の荒野と化せ。その地獄から闇が生まれるのだ。中部の恐ろしさを思い知らせてやるぞ。どうだ。うわ。イグラントグラ。合体したぞ。覚えておくがいい。地球人の中にも地底帝国中部の侵略を予期していた者がいたのだ。そして密かに結成されたのが俺たち5人の戦士。なんだと。光戦隊マスクマン。光戦隊マスクマン。おだきよって貴様らこそ地の底深く叩き込んでやる。何。許さん。かかれ。
マスクマン。姿長官、勝ちました。地底帝国中部に勝ったぜ。ちょろいもんだよな。バカモン。地底帝国中部の力はあんなものではない。このままでは中部には勝てん。長官、長官、じゃあどうしたら勝てるんですか。オーラパワーを引き出すのだ。オーラパワー、え、オーラパワー、そうだ。姿長官は一体何をしようとしているのか。オーラパワーとは何か。そしてミオとは何者。果たしてその運命は。地底帝国中部の挑戦を受けて5人の若者は今想像を絶した未知の世界への入り口に立ったのである。君のためなら体投げ打ち戦うぜ。もしもこの命差し出して君の夢守れるなら何も惜しくはないのさ。怪獣にグレートファイブのパンチがうなる。しかしその頃ゼーバの妖気が街を闇に変えてしまった。光戦隊マスクマン、怪奇闇の地底城。